はい、みなさんこんにちは。セイキン TV のセイキンと、ハロー YouTube、 どうもヒカキンです。流れてますね。イオンモール幕張新都心の、トイザラスさんにお邪魔しております。はい、本日こちらのおもちゃのイベントでございます。これね、僕前動画でご紹介しましたけど、パイフェイスっていうね、おもちゃですよ。これのイベント、これから行ってきます。お待たせいたしました。 YouTube で話題のヒカキンさんとセイキンさんです。皆様拍手でお迎えください。どうもヒカキンです。弟の方です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それではセイキンさんお願いします。はい、皆さんこんにちは。セイキン TV のセイキンです。今日はね、たくさん集まっていただきありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ではおかけください。いやもうすごいね。すごい、自分の声があんま聞こえない、ね、いや聞こえないぐらい。いやもう本当に今初めてここに来たの で、 そうですね、こんなにたくさんのお客さんに来ていただけてると思ってなかったので、今日は本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、本当に上の方まで ね、たくさん来ていただいて、エスカレーターから降りてきた時すごかったですよね。すごいです。はい、では早速じゃあ始めていきたいと思いますね。はい、はい、本来はホイップを乗せるんですよね。本当はホイップをここに乗せて、こうやって顔をここに入れて、次は会場の皆さんに挑戦していただこうと思います。ナンバー39番のお客様ですね。39番の方、生クリームおじさんが来ましたよ。生クリームおじさん、生クリームおじさんなの。じゃあお顔をセットしてください。では高声いきましょう。じゃあせーの、いーちゃん持ってますね。これはさっき我々めちゃめちゃすごかったね。いや我々すごいね。その分今来ちゃったね。すいません、これは疲れしちゃいましたね。さあ高木さん、お疲れ様でした。今のお気持ちはどうですか？あ、なんか生クリームの匂いがすごい甘いです。生クリームの匂いがすごい甘いそうです。頑張ってくださった高木さんにはプレゼントがございます。はい、どうぞ。はい、トイザラスのジェフリック人形です。ありがとうございました。気をつけてお席をお戻りください。ありがとうございました。ありがとうございました。さあではどんどん行っちゃいましょう。うちはココメです。ココミちゃん、はい、せーの、一、せーの、二、あー超楽しかったそうです。ありがとうございました。せーの、三、あー。じゃあ男性ということでちょっとクリームたくさんサービスしましょうか。はい、せーの、一、せーの、二、せーの、三。今から3人の方とヒカキンさんで交互に対戦していただきます。あきみ、あきみちゃん、あきみちゃんはヒカキンさんのファンなんですか？普通というと。では今からパネルを持ってきまして、一人一枚引いてもらいます。大きい数の人から順番にやっていきます。ゴーゴー。好きなのを引いてください。おーおーおお、はい、さあこれで順番が決まったんですね。一番手。皆さん順番を見せてください。あ、ちょうどこの順番だ。おー、そうだね。こっちから、こっちからです。はい、何回回すかですね。さあ何番だ。3回。3回で当たんなければセーフ。その次僕がやるってことですね。そうです。さあじゃあ行きましょうか。せーの、一、せーの、二、三、あー、回すの早いですよ。
セーフ。今3回回したからね、セーフ、セーフですね。じゃあもうね、合格です。ということで、では続きまして、ヒカキンさんお願いします。はい、はい、ヒカキンさん2です。じゃあ2回、はい、2回ですね。大丈夫。じゃあ行きますよ、準備はいいですか。いいですよ。はい、じゃあせーの、1。あ、セーフ。じゃあもう1回ですね、せーの、2。おー、セーフ。セーフ。なんだよ、渡辺、残念だな。すみません、だから運ですから。5回。うわ、5だ。これはちょっと出ちゃいそうな感じがします。生クリームおいしいよ。じゃあ5回いこう。前に回しますよ。前に回すからね。せーの、いっしょ。お疲れ様でした。はい、いや、すいません、なんか劇的勝利を。なんだよ、残念でしたね、なんかね。ホイップクリームをプレゼントさせていただきます。これはパイフェイスに使えますので、ぜひパイフェイスに使ってください。はい、3人の皆さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。続いてはセキンサードバーガーです。来たね、来ましたね。暗いそうだよ、ちょっとやっぱり暗いそうな気がする。はい、では3人の方に出てきてもらいました。どちらのファンなんでしょう。セキンサード、セキンサード、ありがとうございます。ありがとうございます。ネクスト T シャツ、僕の T シャツですね。ありがとうございます。本当だ。楽しみにしてたんですか。めちゃくちゃ楽しみにして、めちゃくちゃ楽しみにしてたそうです。気持ちが伝わりました。いつもお二人のチャンネル見られてるんですか。毎日見てますね。うわ、ありがとうございます。順番を決めていきたいと思います。さあ、これで順番が決めるとね、引いてください。じゃあ5番、じゃあ5番の方ですね。はい、始めていきます。さあ、はい、はい、3ですね。じゃあ3が出ました。3回挑戦してください。じゃあ行きましょう、せーの、いっしょーと。これは早い。すいませんね、なんかなんで俺が悪いなって、なんで俺が悪いんだよ。どうですか、まさかの1回目で、まさかの1回目なっちゃったんですけど、今の気持ちをお聞かせください。悔しいです。プレゼントがあります。あちら、セキンさんから。はい、パイフェイスをプレゼントします。サイン入りです。さあ、このパイフェイスぜひ友達とやってくださいね。ありがとうございます。さあ、まさかのヒカキンさん、セイキンさん、どちらもまだ無傷。いや、無傷ですね。申し訳ないですね、なんか皆さん多分顔にこうかかってるとこが見たいと思うんですけど今日、本日最後の挑戦者となります。では早速順番を決めていきたいと思いますよ。来ましたね。はい、数が多い人から挑戦していきます。私は5番なんか行かせていただきますちょっと見えてしまったんですけど、左から行きましょう。これ嫌な予感してるな。5、4、2ってことですね。僕2番目で、僕3位女性が一番最初になってしまったんですが、じゃあちょっとあゆめさん、ちょっとお席に座って、はい、チャレンジお願いしますいいですね。はい、お、2、行きましょう、行きましょう。じゃあまず一発目、回してください、はい、せーの、1。おー、せーの、2。あー、やべ、おー、セーフだわ。セーフ、素晴らしい、素晴らしい。なんか座りたくなさそうですけど、お願いします。はい、怖いね、怖いね。ちょっとですね、押さないようにお願いします。安全確認。3回。はい、3回ですね。はい、ヒカキンさん、3回挑戦します。来るんじゃない、これ。じゃあ行きますよ、3回数えます。せーの、1。せーの、2。せー、せーの、3。うわ、これやべえな、これこれ絶対やばいね。あー、ではいよいよセイキンさん、ちょっと嫌だと思うんですけど、ちょっと椅子に座っていただいて。わかりました。セイキンさんがハンドル回すのは何回なんでしょうか。4くらい回しちゃいます。おめでとうございます。ちょっと決定的瞬間が取れちゃうかもしれないですね皆さん見ててくださいよ。はい、いきます。せーの、1。お、せーの、2。お、せーの、3。あれ、あと1回だよ、ラスト。せーの、4。素晴らしいラストですね
あ、まあ、最後の最後に来てこんなことがあるとは思いませんでした。あのサインで、こちらでーす。さっき書きました。はい、サインですね。はい、あと後にギフトカード、はい、あとあ、そうですね、トイザラスのギフトカードとご用意しております。5000円分プレゼントしております。おめでとうございます。今をもちまして、すべてのパーフェースゲーム終了とさせていただきます。セッキンさん、今のお気持ちはどうでしょうか。いやー、まあ、ある意味最高のラストだったんじゃないかなと思いますね。そうですよね。ちょっとね、我々運が良すぎて、そうなんですよね。もう本当に運が良かったけど、まあ、本当にヒカキンに当てたかったんですけどね。すいませんね、僕も浴びる気満々で来たんだけど、ね、こればっかりは運なんですね。まあ、運ですね。ついてるね。いや、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。イベント無事終わりました。ありがとうございます。ありがとうございました。もうちょっとびっくりしたね。いや、びっくりしたね。だって全然ほらリハやんないで出てたから。そう、初めていきなり本番出てたんで、うん、すごいね。お客さんに来ていただいて本当に嬉しかったです。ゴールデンウィーク祭っていただいてもありがとうございます。はい、本当にありがとうございます。で、今日あのトイザラスさんのねパンフレットを見たんですけど、僕が紹介したおもちゃも結構出てるし、まだ知らないおもちゃもたくさん出てました。皆さんもねぜひ一度足を運んでみてください。それでは皆さん本当にありがとうございました。またお会いしましょう。 See you next time. Bye.